トコジラミに注意。プロが徹底解説するトコジラミ生態駆除対策方法後編。お待たせしました。前編の動画ではトコジラミの生態について解説を行いました。概要欄にもリンクを貼っていますので、ぜひご覧いただけると幸いです。後編では自分でできる駆除対策について解説いたします。プロが教えるトコジラミ駆除対策。1、室内環境を整える。外から持ち込んだもので疑わしいものや段ボールの空箱は捨てましょう。捨てきれないものはゴミ袋など全体がくるめる袋でかぶせ密閉。トコジラミは吸血源を求め部屋へ移動することがあります。家族、友人、親戚など人の往来の激しい部屋間で被害が拡大しないようにするためです。また掃除機やコロコロを使い、床、ソファー、椅子、ベッドカバーのスカート部、隠れやすい葉履きと床の接合部も丁寧に掃除しましょう。プロが教えるトコジラミ駆除対策。2、トコジラミの捜索。トコジラミはズーズーしい虫です。人が寝ている近くに潜む傾向があります。よく右腕ばかり刺される場合はゴム手袋、フラッシュライト、ドライバー各種、ルーペを用意し、寝ている右側に面した箇所、ベッドマット、シーツ、畳の隙間、家具の隙間、襖、障子、カーテン、木製家具の節、ソファーの谷間、コンセントプレート、書籍などを重点的に調べてみましょう。見つけた場合は粘着テープを利用して捕獲していきましょう。トコジラミの痕跡は前編でお伝えした血糞や卵、脱皮から死骸などで識別していきましょう。トコジラミの生息確認は全て目視となります。血糞がある場合は被害が進行している恐れがあるので専門業者への駆除をおすすめします。プロが教えるトコジラミ駆除対策。3、洋服、布団などは熱処理。外出時に着ていた洋服や使用しているお布団などは効率的な熱処理方法としてコインランドリーの高温乾燥機を使うことが挙げられます。トコジラミは熱に弱く、80度で5分間熱に当て続ければ死滅するとされています。またトコジラミの卵は薬剤が効かず熱処理が有効。そういった面でもコインランドリーの高温乾燥機だと洋服、布団、シーツ、毛布などかさばるものも一気に熱処理できるでしょう。コインランドリーの乾燥機には高温、中温、低温などの温度設定があります。製品によって異なりますが、高温モードでは80度以上の温度になるものが多く期待できます。熱に弱い衣類はお気をつけください。コインランドリーは様々な方が使用する場所ですので賛否が分かれると思います。そういった場合はアイロンのスチームを活用する方法も期待できます。コインランドリーを使用する場合はあらかじめ家で可能な限り洗濯を行い、日干しをして持っていく気配りができるとグッド。使用後はしっかり中を確認して配慮を徹底しましょう。参考ですが、トコジラミが死滅する温度と時間はこちら。プロが教えるトコジラミ駆除対策。4、トコジラミが好まない家具の配置や種類。ベッドやソファーは壁から離して配置しましょう。壁を伝って吸血する確率を下げます。プラスチックやメタル製などの滑りやすい素材はトコジラミが登りにくく、比較的に潜伏場所としては好まれない傾向にあります。また平滑な垂直面をよじ登れないトコジラミの性質を利用して、ベッドの4本足に平滑な垂直している皿を設置。そこに粘着テープを仕掛け、よじ登ろうとするトコジラミをくぼみに落とし捕獲という手もあります。こちらはトコジラミの発生源がベッド外、またはベッドの発生源を潰した上でベッドに向かってくるトコジラミを捕獲するという方法です。
プロが教えるトコジラミ駆除対策。5、室内への持ち込みを予防。人が行き交う施設から帰ったら、スーツケース、カバンの外観をよく調べ、卵などの付着がないか観察しましょう。衣類は他のものと隔離し、熱湯で洗い、乾燥機を使い熱処理を行いましょう。その他のものはトコジラミがいないか、注意深く観察し、収納していきましょう。また、中古家具を買ったり、海外からの配達物を受け取る際は、よく調べてから室内に入れましょう。トコジラミ駆除で、やってはいけないこと。まず、はじめに早く駆除するためにやりがちですが、燻煙剤で、部屋に煙を充満させるタイプ。死ぬ個体もありますが、生きたまま逃げる個体もいるので、かえって、トコジラミを拡散させ、被害を広げる可能性があるため、使用はおすすめしていません。トコジラミ被害が発生したら、落ち着いて対処していきましょう。トコジラミ被害の疑いがある場合、仕事、プライベートで行った先々について、ご自身の行動を振り返りましょう。人が行き交う施設に行っていないか、トコジラミの多くは人や荷物とともに自宅に持ち込まれます。中古家具やレンタル家具などの持ち込みがないか、配達物、特に海外からのものの段ボールなども確認していきましょう。条件に心当たりがある場合はトコジラミの可能性を疑いましょう。トコジラミは発見しやすい環境、持ち込まない意識を作ることで被害を最小限に抑えることができます。被害が収まらない、自分の駆除対策ではもう限界の場合は、専門の駆除業者へご相談ください。駆除ザウルスでは、ご相談、お見積もり、現地調査まで無料で対応しています。また駆除後も安心していただくために、最長5年の長期保証も設けております。アフターフォロー、施工力にかなり自信がありますので、ぜひぜひご依頼くださいませ。